で今日はねあるお方たちとお会いしにこれからね、向かっていきたいと思います。そこもね RV パーク、宿泊するのでそこもね施設紹介できたらなと。その方々はもう到着してるということで、まあ、ただね雨降ってるからもう少しでやむと思うんだけど、ちょうどよかったと思う。テントを立てなきゃいけないから、はい、まああと20分ぐらいかな、結構アップダウンが激しいかなっていう印象、初めての兵庫県と、あと路駐車がねめちゃくちゃ多くて困る。なんでだろうっていう無法地帯な状態で普通に路駐してるんで、そのだから右車線走っててよかったかなっていう感じです。こっから入っていいのかな、はい、で今日はね RV パーク明石東港、大変人気な RV パークになってるということで、ここ竿を垂らしちゃって OK なんですね。じゃあ明日は自給自足で、コアラ見て、あ、あとね、あ、高さんがあと、ウリママが来たの、ああ四国に行く、そうサービスエリアで、別に気づいたけどもうあのコアラ見る時間が迫ってて、閉館時間が声かけれないで出発するっていう、うわーってもうねちょっと運命を感じたんですけど、呼んだのは誰ですか、アメリカ人さん、はい、いや、お前じゃん、乾杯、これはどういう会ですか、乾杯、乾杯。キャンピングトレーラーどうなってんのこれ、はい、やばいっすよ、やばいでしょこれもうあったかい、あったかいでしょ、はい、これトレーラーのトイホーラーっていう、はい、もうおもちゃっすよ、どうぞトイ、あ、パターンってなるんですよ、屋根も作ったんですよ、本当は屋根なくてこれ、え、でこれ走行中はバタン、ここまで屋根は飛び出した、下がって、うん、フロアは上に寝るとか、これ動かす、寒い、あー、うわ、暑いんですよ、暑いでしょ、暑い、ごつい、すごい、これも作ったんですか、そう、もう行きますか、これモーニングの星、今外をね、3度4度だけどポッカポカっす、ポッカポカ、そんな寒いんだ、今日今週寒いっすね、いやこれ本当にすごいから、しかもここベッド落ちてくるっすからね、え、だからベッド2つなんですよ、ベッドなんですよ、これベッド、これもだよ、これもこれおそらくこれもベッドオプションっすよ、ほら後付け、これオプションなの、ほらだってフレームついてるもん2個、純正だったら絶対このフレーム隠してあるというか、うわ、下がった、やばいやばいやばい、今つきそうだったから今上げてる、ここまで来ますよね多分、ここ2、3人寝れますよね、ここで、ね、そうですね、まあクイーンサイズぐらいありそうですね、 ありますね、あ、もう今日皆さんここで全然寝れます、宿取ってないよね、取ってない、取ってないよね、飲んじゃった、いいよな、予定は見て、めぐちゃんたこ焼き、わお、たこ焼き、わー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 、おー、わー、おー、これ何、あ、ポッキーも食べれるようになったの、おいしい、たこ焼き、たこ焼き、おいしいね、たこ焼き、うん、よし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 、寝たもん、よし、はい、おはようございます。昨日と打って変わって晴れております。これはね多分レンタルなのかな、トレーラーはガス管入れ、吸い殻入れ、
ハイエース、燃えないゴミ、燃えるゴミで、トイレで、ここがドローンパーク、ドローンを飛ばして遊べるパーク、ドローンパーク。で、ここがダンプ捨てれます。で、シンク、お湯は出ないけど洗剤もあります。朝はね、混むよね。一発しかないから、共用トイレがあるみたい。はい、トイレまでね、歩いて2分ぐらい。あっちの奥、RV パーク。でもね、絶景。あっちの奥が淡路島。はい、でドッグランあります。で、ここが共有ドッグランで、一番奥が貸し切りエリア、1時間1000円。ここね、その隣、真ん中が大型犬用、一番右が小型犬用のドッグラン。入り口はここで、事前に登録書が必要になります。じゃあ、チラサイト。よいしょ。風呂とかね、シャワーがないみたいね。じゃあ、釣れるとしたらメバルとか、シラカ、なんだっけ、カサゴ。あ、カサゴか、カサゴ。あ、こういう感じです。一個一個のサイト ABCD ってあって、10アンペアのとこもあるし、昨日は30アンペア、今日は20アンペアのとこ。だから電圧はね、そんなに心配ないと思います。10台が電源ありで、3台電源なし。はい、で、自販機があるから飲み物は困らないけど、アルコールが売ってない。で、近くでね、買った方がいいと思います。入り口もね、こういう感じ、向こうから入ってきたけど、もう広いんでね、ある程度どんな車両でも行けると思います。はい、でね、僕撮った時は普通に撮れたんだけど、すごい人気みたいで、それラッキーっすよ。で、ゴミは500円払うと、燃えるゴミ、燃えないゴミの袋がもらえて、それに入れてここに捨てると。で、鍵が閉まってるんで、ゴミ袋買ったら、この番号を教えてもらえる感じになってます。で、入ってすぐのここで受付です。電源あり3000円、なしが1500円、ゴミ処理500円、自転車もレンタルサイクルあり、巻き炭もあって、着火台、カセットボンベも貸してくれますよと。で、コンロセットもこういう風に貸してくれます。で、あ、タクシー、タクシー来ますわ。タクシーの番号も書いてる。これ動画、一応動画で撮ってます。動いてる。これすぐ出来上がるの。ちょっとやってみます。なんかバッチリメイクだな。はい、今からね、RV パークから近いのか遠いのか分かんないけど、明石焼き食べにみんなで行こうと思っております。はい、チーズ。こう来たのか、今この辺。そうですね、魚の棚商店街っていうのがあるから、こういう感じですね、多分入っていく。そこが、はい、楽しそう。もうぶらり旅だね。
ぼっかけうどん。肉うまそう。並んでる？これ。もうすでに。これ何？卵焼き。卵焼き。卵焼き。いやー、旅って感じだね。旅してる。旅だね、旅。これでなんか、息をつけると思ったのが、誰かいたら、僕らが面白いな。やっと警察が。すごい、なんか浅草みたい。あ、あるわ、姫路マラソン。あー、ジャッキー。これは魚の棚商店街、魚の駅、ね、エビ？甘エビ？刺身用を揚げてる。どう？皆さんどうですか？うまっ、うまっ、カリカリ完璧。明日にもこのままサクッとしてるからね。食べれた？食べれた？はい、タコくじ。ゴーゴーゴー。さあ何かな？もういいよ。大当たり、大当たり。4等。はい。チュー、チョコもらっていいんだって。もういいよ。どれがいい？どれがいい？これ。ありがとうございます。はい、3本ぐらいつけます。りんご飴、ふみちゃん、りんご飴。ちゅーちゃん、ほら、すげえ。どう？え、いらない。乾杯。乾杯しようぜ。乾杯。乾杯せんの。乾杯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 。じゃあ行っちゃいます。あ、これお皿が重なってる。お皿が重なってる。14キロ。あ、卵焼きって言うんだ。そう。これタコクチ。卵焼き。卵焼き？ね、これネギこちら。あ、はい。これ斜めになってるんですか。そう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 。なんで斜めに？たこ焼きはたこ焼きと違って柔らかいのでお箸で取りやすいように。僕はあのタコ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 、これこういう感じ？タコはそうですね。はい、タコ。タコはどこでも。いや、でもやっぱ違います。うんうんうん。あれ、タコだね。タコだね。酒に訴える。柔らかくない？いや、柔らかいです。柔らかい、でも。あ、そう、うん、いけるかな。タコうまいよ。でこの中にもタコが入ってる。入ってる、ね、結構、びっちゃびちゃにする感じですか？熱いけんな。熱いけん、まとまらな。あ、やわら、はい、やわらか、ふわっふわ、食べ、ふわっふわ、うん、うん、うん、回ってるので見えないと思うんですよ。あ、土星が見えないのか。木星が夕方6時ぐらいに低めに上がるぐらいで、やばいの見つけました。これもう手のひらよりでかいっていう。やばいですね。これ趣味ですか？趣味というか久しぶりでやることがなかった。ヤフオクなんか、どこに住んでるんですか？いや、今の大阪ですけど。あ、そうなんですか。安心国でやることないってこれ行くっていう。かっこいいね。
バイバイ。よろしくお願いします。こんな感じ、こんな感じ。今日はもうまさくんとマーボーチャンネルのマーボーさんとないからで、ごくつばさんと違うやろ、ゴーさんと違うやろ。いや、これもあのこの回の今趣旨はどういう状態かっていうマサさんお願いします。趣旨なんかないっすよ。必要なの、いちいちみんなに声かけて取れる人来てっていう感じで、青さんも隣の隣のお呼ばれしときました。隣の隣の隣のそこの隣の隣のそのマトリックスの人も来てくださいって言ったし、うん、行った。でそれで来た人が来てくださいって言ったらもうサイトから出てっちゃったっていう。いや、もう息子さんもありがとうございます。お迎えもうありがたいね。名前聞いてもいいですか、息子さん。たくみって言います。たくみ、格闘家で。ありがとうございました。僕も初めて会った。ありがとうございました。本当にありがとうございました。友好条約が生まれました。おはようございます。まあ、さ朝からお勤めご苦労様です。おぶさん、昨日ありがとうございました。まさくん、ありがとう。今回お疲れ様でした。はい、めちゃくちゃ楽しかったね。よいしょ、バイ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 なんだって、ジュー。寂しいよ、寂しいよ。ね、ジュー、バイバイ。かわいい、もう。めちゃくちゃかわいい子供たちが、ほんまに。よし。もうこのまま、このままピュアに育ってほしいよ。よし、行くな。よし、よし、パパのとこ行け。ほら。よし。ほい。なんか初めてかもしれない、俺、吉川さんと、うん、こんな。いつにキャンプ行ったの。そうだね、キャンプ行ったの。うん、めっちゃいろんな人話しかけたしね。話しかけた。何人の人と話しかけに行って、俺ら普通になんか飲んだりしたかっていう。そう、昨日だね。飲んだり、昨日声ましたよ。3、4組とは飲んだよ。青柳さんだっけ。青柳さん、うん、あとあのトレーラーの埼玉川越から来てる方、やばいトレーラーの人と、あとあっちのマトリックスの人、まあ飲んではないけど声かけて、ハイエースの人も、そう、あの人もよくすごかったし、あのハイエースもね。あとマーボー来たし、マーボーさん、あと釣り堀さん、あ、釣り堀さんね、確かに。そう、釣り人さん、釣り人さん、あとウォーキングさん、ウォーキングさん。めっちゃ絡んだね。めっちゃ絡んだ。うん、良き出会いがね、あってよかった。この街で、あの LINE どっちが聞けるか勝負とかやってみるんですか。やる？やる？いや、それはカナダでやろう。カナダで片言の英語で Hey, you, line, are you please? 日本人しか使ってないから。お疲れさまでした。はい、お疲れでした。じゃあめぐちゃん、ありがとう。また次はカナダかな。うん、まあ、今回はね、海外のちょっと進路相談もありの関西旅行、いろんな人と会って楽しかった。あれが美味しかった、明石焼き、卵焼き。最高だったね。結構歩いたしね。まあ、またね、今度はゆっくりね、行きたいね。まあ、チャンネル登録と、じゃあチャンネル登録と、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。何それ、長女へ。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。